これより叙勲の儀を執り行う。まずはタクト・マイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大義であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。今日はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。分かっている。先を続けてよいぞ、ルフト宰相。予算かタクト。宰相閣下などと呼ばれるとむずがいくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのはすかん。それはそうだが。いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。そうだ、それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後がつかえているんですが。白々しくとぼけるな。さっきからいただろうが。パーティーもいいが任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された辺境調査隊の司令なんだからな。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思ってもみなかったがな。うん、私はここに誓おう。公国の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。よろしく頼むぞ、マイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく。タクトらしいといえばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますが、もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですが。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。辺境まで出かけていってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に好かれてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。ところでバニラはもう。私たちの間のお別れはもう済ませたから大丈夫だよ。バニラなりに気を使ってるんだろうさ。そうですね。会うとまたお別れが辛くなっちゃうし。本人がタクトと辺境調査隊に同行するって決めたんだから、笑って送り出してあげましょう。タクトさん、バニラさんのことをよろしくお願いしますわ。エルシオール、まもなくトランスバール方正の重力圏を離脱します。宝箱の中身は綺麗な宝石ばかりとは限らないやな。バニラさんなら展望公園だと思います。行ってこいよタクト。ブリッジなら俺がいるから問題ない。はい、こちらです。クジラルームから散歩に連れてきていたところなんです。これが宇宙マルハチドリです。こっちが宇宙ミンク、それに宇宙ウサギです。私もこの子たちのことが好きです。みんなとても元気がよくて。あ、こら、つっついちゃダメ。くすぐったい。そうですか。自分では気がつきませんでしたが。そうかもしれません。でも私が変わったとしたら、それはタクトさんのそばにいたからです。タクトさんと一緒にエルシオールにいられて、動物たちに囲まれて、この旅はいい思い出になりそうです。あ、そうですね。私、嬉しいです。ありがとうございます。ずっとそばにいさせてください。これからもずっと。にょにょにょ